こんにちは。ツイッターでいろんな人がランクマやラウンジで梅原さんに勝ったと報告しています。嬉しさからやってるんだと思いますが、私が梅原さんの立場だったらちょっとイラッとしてしまいます。有名税として割り切っているんでしょうかエゴサなどしないので気にならない感じでしょうか全くイラッとしないなぁ。可愛い,いもんじゃねえか可愛い,いもんじゃないこういうのって。全くイライラしないけどね。あのー、なんていうかさこれなんでイライラしないかっていうと、この、俺、まあまあ、ツイッターでラウンジやランクマで勝った人が、 えっと、まあ、ラッキーだと思ってるわけじゃん多分。ね。ラッキーで勝ちましたっていう報告をしているのって別に良くないただ昔は、いや、俺は無駄勝ったよ、みたいな。大したことなかったよ、みたいな。やからは結構いて、まあ、そういうのは、いや、お前ちょっと、ちょっとお前、ちゃんとやろうよ、みたいな。<laughs> ちゃんとやろう、みたいな。何先でもいいから、ちょ、ちちゃんとやろう、みたいな。ふうには思ってたけど、まあ、若い頃はね。まあ、今だと別にそれすらもうないけど。もう立場が出来上がりすぎて、どうでもいいわ、みたいな。 <laughs> ザコ、ザコどものタワゴ、タワゴとお疲れって感じだけど、え、こ、こんなのかわいいもんだよね。こんなのかわいいもんですよ。で、私もね、あの、今ではそんな風に見えないかもしれないですけど、ほんとね、若い時はやっぱ自分の立場を確立するために、めちゃくちゃ戦ってましたよ。めちゃくちゃもう攻撃的に戦ってたよ。ちょっとでも、俺はお前より強いみたいな素振り見せられたら、あ、じゃあやろうよ。みたいな。ほんとこんな感じ。あ、じゃあやろうやろう。みたいな。おい、い、やるやろう。みたいな。大 <laughs> 対戦しよう、対戦しよう。みたいな。うん うん、そうやって、あの、こうなり、高校まで来ました。